博物館の入った塔、モーレ・アントネリアーナ国立映画博物館は、イタリアのトリノにある映画博物館である。創立者の名を取ったマリア・アドリアーナ・プローロ、財団によって運営されている。1941年、歴史家、マリア・アドリアーナ・プローロが、映画関連資料の収集を開始、1958年に、キアブレーゼグの中に、博物館を開館する。 老朽化のため1983年に一旦閉館となるが、市の中心部にあるモーレ・アントネリアーナと呼ばれる塔の中に2000年に再オープにした。映画発明以前の視覚装置を紹介するフロア、大スクリーンで映画を上映する、吹き抜け空間、映画制作の仕組みを資料によって解説するフロア、映画ポスターギャラリー、企画展スペースなどがある。 近隣に映画館、チネママッシモを所有して、上映活動も行っているが、通常のシネマテイクや映画アーカイブと異なり、当初から博物館として位置づけられ、上映活動が後に付け加えられたことが特徴的である。2008年には、付属図書館も市内南西部に移転の上で再開館している。2004年には、同博物館を主要な舞台とした、劇映画、 一人の24時からの恋人たちが制作されている。ありがとうございます。